土屋アンナさん、ローズ。はじけすぎましたかね。いや、かっこいい。ポケモンフォークフラとは思えない空気感に。かっこいい。すいません、よろしくお願いします。ヒロ君もぜひ、じゃあかっちょいい前に来て。もう映像で無理すぎた。大丈夫、大丈夫。急にスイッチ入っちゃった。スイッチ入っちゃった。時差ボケしてない、時差ボケ。大丈夫、かっこよかった。目覚めた。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。テレビですかね、今日ね。そうでした。ライブ会場と。気をつけましょう、気をつけましょう。あ、そっか。あ、アナさん、改めまして、はじめまして、はい、玉井詩織と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、里弘さんとはどういったご関お知り合いなんですか？ご関係、間違った。ちょっと違うと思って、言い直しました。あのね、アーリンバンドでも叩いてくれてるドラムの素晴らしいドラマーで、渋谷くんって言うんですけど、渋谷くんがアンナさんずっと やられてて、そうです。で渋谷くんから僕も誘ってもらって一緒にライブをする、うん、はい、そうなんですね。何度も何度もお世話になっていて、いや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 、素晴らしいので、本当にこの間も一緒にライブやったんですけど、リハーサルしなかったですね。しなかったんですね。リハーサルしないでライブ。そうなんですよ、当日に会って、そう、あ、久しぶり、久しぶり、
弾けますよね、もちろん弾けますよね、私歌えるかな、歌やろうって言って本番、本番、かっこいい、すごい、ももクロの夏のライブあったじゃん、はい、うん、あれのね、前日たまたまそうだったんですね、一緒にやってたんですよ、忙しい時、それで忙しい時にありがとうございましたうちのライブ、面白かったです ね、楽しかったですね、おかえりなさい、古くからなの、はい、あ、でもその 2,3 年ぐらいですね、そうですね、3年か、そうそうそう、いや、あの、ぜひぜひってね、はい、アンナさんをっていうもんで、あ、そうそう、大丈夫でしたか、ね、はっちゃけすぎちゃったから、めっちゃかっこいい、すごいよな、傘がないからのアンナって逆の落差ね、すごいよねびっくりした、でもアンナさんはどう、あの、やっぱ歌がメインですか、どっち、なんかやっぱりモデルのお仕事も女優のお仕事もやらせてもらってるんですけど、歌うことが小さい時から一番好きで、なんかやっぱり自分そのまんまを全て出せるじゃないですか、そんな感じした、そう、一番生きがいですね、自由になれる、自分のままなれるんですね、で歌が、音楽が好きです、あ、好きなんだ、聞くのもやっぱりいっぱい救われてきたし、で自分が歌ってやっぱお客さんで泣いてくれたりとか一緒に盛り上がってくれるのを見ると、あ、生きててよかったって思える、うん、なるほど、アジアの方ですごいんでしょ、ね、アジアツアーやられてたんですか、はい、やってました、この間何年ぐらい回ってたんですか、あ、でも、2カ所やらせてもらったんですけど、すごいお客さんで、もう日本語で歌ってくれるんですよね、ああ、そう、盛り上がりがこの今のこういうのでも負けないぐらいぶわってやってくれるんで、そうなんだ、ね、私たちも今年アジアツアーやらせていただいたんですけど、本当日本語で歌ってくれるから皆さん日本語喋れるのかなって思っちゃうぐらいですよね、そうそうそう、でみんなおしゃれじゃない、おしゃれでした、すごいおしゃれなんですよ、しのりもやっぱ日本の方ってちょっと恥ずかしがる、うん、なかなか体でこうノリを表現されない方が多いと思うんですけど、うん、すごいねノリが伝わってきました、島田さんのライブ盛り上がりそうですねまあ、こんな感じでイケイケですよイケイケですよ、そうだよね、そうですね、生き方がイケイケっぽいもんね、いや本当にかっこいい、憧れます ね、おかしいな、癒し系で、癒し系なの、どっちなの、そうだったんですか、どっちだでもすごいいいお母さんで、うん、そうですよね、キモッタマさん、4人4人のお母さんです、すごい見えない、4人のお母さん、そうなんです、だから息子娘たちもこの音楽を普通に聴いて、うんうん、だから、私クイーンとかから入ってるんですけど、クイーンから入ってんの、そうです、ボヘミアンラプソディを聴いた時に、うん、クラシックとロックの融合、うんうん、でその歌詞が生々しいじゃないですか、うんうん、その嫌なことを言 う、ね、うん、それに惹かれて、あ、自分もロック好きかもと思って、うんうん、ショパンと似てるなと思って、うん、なんかそこから入ってったんで、うちの息子たちもクイーンとか聴いてますね、お家でもじゃあガンガン結構音楽は流されてるんですか、ね、流れてます、意外とじゃあああやって構築していく音楽も好きなんです ね、ストレートなロックもでしょうけども、クイーンはねだって作り込んでもね、作り込んでもそれが天才的すぎて、ちょっとね、そう、すごい、届かないものがありますよあの人たちは、でもイーグルスとかも好きなんですよ、あ、そうなの、そうなんですよ、イーグルス好きなんだ、アメリカンロックも好き、大好きです、ドゥービーブラザーズとか大好きです、やっぱり好きな入っていきたかったけど聞いちゃったこんなん好きなんだ、坂さんすぐ何でも聞けちゃった、すごい、あ、歌っちゃうよ歌っちゃうよ押しちゃうよ押しちゃうよ押しちゃうよ、キッコもナンナさんのことずっと変わらない、やっぱかっこいい女性だっていうふうに言ってたんですけど、でも本当に初めましてですよね、お会いするのは初めましてです、なんかやっぱ初めましてです、あ、本当ですか、初めまして、なんかもうイメージ通りと言いますか、うん、すごく嬉しかったです、なんかすごいもうなんか裏でもこの感じでずっと何も変わらないのがすごく嬉しくて、ただジーパンに T シャツですっぴんっていうねいやでもそれがやっぱなんかそのまんまという感じですごい、でもなんかこうお会いするだけでパワーをいただける人柄な感じがしますよね、うん、やっぱあと周りがパッと明るくなりますよね、あ、嬉しい、どうですか大吾くん、どうですか、褒められてますよ今日、録画してます、録画じゃない、録音してます、ビデオとオンエアですから大丈夫ですよアンナさん、今後のなんか野望とかってありますか、野望はですね、やっぱり音楽はやっぱ死ぬまで続けていきたいと思ってて、まあ、特に私はこういうは、まあ、ロックをやってるんですけど、まあ、もちろんうん、アコースティックで歌ったりとかジャズで歌ったりとかもするんですけど、この
ロックスタイルをずっと続けてた時にこう日本でもいっぱい回りたいし海外でその言葉を超えて多くの人とこう、まあ、同じ空気を一瞬のねそのライブで味わいたいなってそれをもっともっと広げたいなと思います。なるほど。あとはやっぱレベルを上げていきたいなって思います、うん、歌のまだまだ、うん、まだまだ全然まだまだですね、もう十分な感じはしますけど、ね、そうですよね。でも常にこう向上心を、ね、持ってるっていうのはやっぱ大事なことかもしれないですね、うん、はい、いやかっこいいな。ヤンナさんにはもう一曲、はいはい、スタンドバイミーを歌っていただきます、はい、お願いします。先ほどお話にもありましたようにこの曲アジアツアーで会場の皆さんのお客さんが大合唱したそうです。ご準備ください。大丈夫ですよ。ごめんなさい、私も歌ってね、これがそうなんですよ、みんなであれだけ歌ってくれてすごい嬉しかったんですよ。じゃあちょっとそのライブの感じを思い浮かべながら、ね、じゃあテレビの前でみんなで歌ってもらおう。あ、そうですね、ぜひお願いします。皆さんぜひ一緒に歌ってください、はい、それではお聴きください。スタンドバイミーです、どうぞ。Long way to go, 長い道を歩きながらつぶやいた。こんな私でごめんねと。無邪気な butterfly flying into the blue sky。 一人で悲しみに暮れこぼれる涙冷たくて、あまりに長い闇夜が目を覚ます。悲しすぎて苦しくて全て「でもあなたは愛してくれた」「Kiss me and stay with me」「ドアに咲く花」「淡く儚く強く」「How could you smile for me」「何もなくていい」Stand by me。 そうと頬を撫でたあなたのぬくもり優しくて静かな愛の強く。
Would you smile for me? 何もなくていい。ずっとそばにいてほしい。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあこのままいけましょうかね。おグーグーバンドガールズ、今月は、玉井くんのギター、山本くんのベース、そして奏ちゃんのドラムという平均年齢20歳の、女子が3人だけで生演奏して、なんと土屋アンナさんが平均年齢をちょっと上げたボーカルでございますちょっとだけ、曲はなんとですねボンジョビでございます。これはアンナさんが選んだんですか？そうです。そうなの？そうなんです。中学の時に初めて、同級生の男子からボンジョビの CD をいただいて、まずルックスにグッとやられ、そしてギターのリッチー・サンボラの歌のうまさにグッと惹かれて、そこからずっとファンで、ちょっと20代から下の子たちはまだ知らないのかなと思ってて、本当にうまいんです。うまいですよね。うまいです。うまいんですよ。だからちょっとボンジョビは聞いたことあるけど、曲がパッて言われてわからないかもしれないです。いっぱいいい曲ある。本当ですか？ちょっと後で教えてください。今から聞いても間に合いますか？間に合います。じゃあ行きましょうかね。はい、準備はいいですか？まさかのボンジョビ大ヒット曲です。 Living on the Prayer。 Yeah!
かったんじゃないですか。どうでした、アンナさん、うちの3人は。いいですね。ちょっと触らせてもらっていいですか。なんかいい人になれそう。いや、触ってください。どうでした。いや、めちゃめちゃかっこよかったですね。なんかあのやっぱりあの大人の素敵な部分を出していただきました。私たち子供じゃちょっとなんかあのまだ足りない部分をアンナさんのあの大人の魅力に連れてっていただいた感じですね。めっちゃかっこよかった。なんかすごい、私は自分がすごいできてる気になりました。みんな皆さんがすごい支えてくれるから。でもギターかっこよかったですね。あ、本当ですか。とても一日でやったと思います。それは言わなければ。そういうことですいません。もうちゃんと練習しますね。いやー、楽しかった。楽しかった。めっちゃ良かったですよ。こうガールズバンドみたいな感じで歌うのって普段ありますか。ないで、うちあのどっちかというと怖そうな男性ばかりが。そうか、女子逆に私しかいないぐらいの。本当ですか。こう言って、そうです。だからなんかもう珍しい感じで、ちょっと女子になれたかな。わー、嬉しい。なんか初めて。いや、良かったっすよ。でもあー、良かった、はい、大丈夫でした。リハもね、何回、2、3回しか、2回ぐらいしかやってないけど、ね、一番あの本番一番良かったですね。めっちゃやっぱ良かった。まあ、かっこよかったっすよ。いや、面白かった。というわけで、土屋アンナさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。土屋アンナさんでした。ありがとうございます。さあ、良かったね。はい、ギターどうだった、玉井くんは。でもいい感じだったよ。でもジャカジャカ弾くのはちょっと、うん、気持ちいいですね。でかい音で。でかい音で。もうちょっと練習。